喜劇の元凶となる最強ゲドーラスボス女王は民のために尽くします。星4、その世界の人気乙女ゲーシリーズを遊んでいた人族の JK がガメをベラしてその人気乙女ゲーのラスボス王女だという記憶を8歳にして思い出したラスボス王女が主人公。この漫画はラスボス霊獣ものの中で多分最もシナリオの作りがお上手であり、そのクッソ激烈にお上手なシナリオに頼る作画担当がついていることもディモールとベネであり、シナリオ、作画、両方ともクッソ激烈にお上手です。今更なロー系書きたいって思うならまずはこのシナリオを参考にするといいと思うのぜ。それくらいこの漫画のシナリオは優れたテンプレになるのぜ。この漫画は主に、メインシナリオにおいて悪役の限りを尽くす設定であるテリヌンティウスが主人公であり、ここからネタバレ。静止では自分の従者の将来の腹黒イケメソを騙して霊族奴隷にして、暇つぶしにそのイケメソにイケメソが絶対に守りたい母じゃを殺させる命令を与えて、ねえ、今どんな気持ち?をするというキングオブクズな性格をしているという設定をあらかじめ見せておいて、その後転生者の主人公が成人プレイをすることで下げてあげるをクソ激烈に効率的に読者に提供することができています。シナリオは主に、静止ルートでの最高に胸クソな振る舞いを見せる矢印聖女プレイをする矢印周りがキョロイン化するといった流れであり、そのバリエーションの深さだったり幅の広さに常にホエーっとなりますし、しっかり各キャラクターを不遇に描いており、例えば騎士になりたい騎士のスキルを持っていない息子とかそんな感じでお上手です。ほぼ確実にアニメ化すると思ってたらアニメ化しました。